明さん、明日の克幸さん、皆さんこんばんは、石田明です。皆さんこんばんは。やったー、小西克幸です。やりました。はい、なんでこんばんはだと思ったんですか？いや、あのね、先週の収録の時は、うん、こんにちはとおはようございますの話題が出たので、うん、じゃあもうそこで上がっていないこんばんはの可能性が高まっているんじゃないかと。僕はね、こんばんはっていうのは直前で決めたんですよ、うん、でそれまでじゃあ何をしてたかっていうと、うん、僕と石田さんの間にマイクスタンドが一本あるんですけど、はい、ちょうど石田さんの目線のところにマイクスタンドの棒の部分が入って、うん、そうですね、石田さんの目が見えない感じになって、うん、それをずっとこう、どうすれば見えるかなとかやって遊んでたら送んなきゃと思ってで急にこぼ、 あの時は何も考えてなかったんだ。考えてない。そっか。石田さんがこうずらして僕の目を見ようとしてたんで、うん、あの僕をこうずらして石田さんの目見えないようにこう遊んでたっていう。やり合ってたの。やり合って、そのやり合いをやってたっていうね。そっか。やっぱりちょっと戦ってた方が相手の思ってることがわかるのかもしれないですよね。無心がいいのかな？な、あの剣豪同士ってなんか互いのことわかるとかいいじゃないですか。あ、剣を交えると。そうですね。それと同じ境地なんじゃないですかね。うん。うん、違いますね。違うんかい。違う、ね。乗ろうとしたのに。違うだね。五輪の書にもそう書いてあるよねとかを言おうと思ったのに。五輪の書。五輪の書。最近知りました。あれが五輪の書だっていうこと。あれが武蔵さんの本。あ、はい。五輪の書だっていうこと。そうですね。宮本武蔵本書いてたんだと思って。うん。なんか。ここ何年かって、10年ぐらい。何でもできる人ですね。マルチアーティストですね。うん、もう本当ですよ。うん、ああいうのって、どういうこと書いてるんですか、五輪の書って。あのね、五輪の書って言ったものの読んだことはない。気になりますよね。だから。心構えとか書いたのかな？じゃないですか？まず、なんか戦って、負けないためには、逃げるが勝ちですみたいなことが書いてあるんですかね。そういう。なんか、ああ、なるほどっていうようなことが。宮本武蔵の、うん、そのなんかよくドラマとか見ると、うん、やっぱりこの、ずっと戦って、みたいなことが続くじゃないですか。やっぱりいろんなライバルがいて。うん、そうですね。で、それの時に、なんかまだこう修行中だから、うん、五輪の書をこう書くこともないだろうし。ああ。佐々木小次郎の後に書いてるんですかね、五輪の書って。ああ、いつ書いてるんだろうね。その前に書いてるんですかね。ああ。二刀流にこう開眼して、うん、で、なんかこう、あ、これはもう、俺は、これでいけるって、佐々木小次郎を倒して、例えば思って、うん、その後に書いたのかな。それとも、日記みたいに、うん、今日は吉岡と対決だ、みたいな、宝蔵院の槍はすごかった、みたいなことを書いてやったりするんですかね。あー、そうなのかもしれない。なんか、絵日記的にね。そうそうそう。今日戦った、勝った、嬉しかった。お父さんやったよ、みたいな。そんな。なんか、ちょっと五輪の書気になりません？ああ、そう言われてみるとね、うん、そうだね。読んだことないんで、うん、ちょっとわかんないですけど。何が書いてあるんだろう。昔あれはね、五輪の書じゃないんですけど、新選組の、うん、長倉新八さんっていたじゃないですか。はい、彼の、子供だか、孫だかが書いた本っていうのがあって、うんうん、それはあの、長倉新八さんが、亡くなる前に、うん、いろんな新選組の話聞かせてもらったんですって。うん、だそれを本にまとめたやつが売ってて、それを読んだことあるんですけど。へー、なんか、新選組の実態とか真実的なことが。うん、多分そういうのをちゃんとまとめて、それはすごい面白かったんですけど、うん、あと最近、あれが見つかったじゃないですか、龍馬の最後の手紙でやろうっていう。あー、なんか NHK でね。NHK の、なんか特番かなんかで、はい、なんかお宅にお宝ありますかって言ったら、龍馬が書いた手紙がありますみたいなことがあって、うん、見に行ったら、本物じゃないですかってなって。うん、で、その番組始まる前にニュースで取り上げられちゃったっていう。はいはい、あれすごいっすよね。すごいね、うん。だから発見されたって言ってるけど、うん、持ってる人は知ってたんだもんね。これ、うん、龍馬の手紙、うちにあるよっていうの。うん、ねえ、だから、みんな、うちにあるって知ってる人は、こう、持ってる人は知ってるんだよね。今でも。うんうん、発表はしてないけど。で、そういう人いるかもしれないですよね、まだまだいると思うよ、ね。うち土の子いるけど、みたいな。そう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 。これ出したら何億ってもらえるかもしれないけど、うん、出せないみたいな。だってうちのペットだもん、うん、みたいな。可愛いペットだからさみたいな。土の子って飛ぶんですか？飛ばないって飛ばない飛ばないって。意外と遅いから。
そういうね、実態を知ってる人はそんなに珍しがってないて、うん。あの、ココリコの田中さんだって、テレビの特番で、何、うんうん、ですか、ダイオウグソクムシ、ああ、はいはい。あれの、なんか違う種類というか、うん、をなんか見つけたみたいで、ロケ中に。え？そんなことがあったの？そう。大発見だって言って、それは先にもニュースになっちゃってる。あ、そう。で、オンエアの前に、やっぱりそれもニュースになっちゃったんです。へぇー。うん、わぁ、なんか、いいなぁ、なんかニュースになって。歴史的大発見を。なぁ。石田さんもなんか見つければいいんですよ。見つけられないよ、だって。富士の河口に地底人がいたとか。だってさ、引きこもってるんだもん。なんかじゃあ、家の中で探そう。うん、家の中で、ね。天井の、木目が人の顔に見えるとか。誰にしても見えるわ、ね。これは、三代前に死んだおじいちゃんの顔に似ている、みたいな。あ、でもこの間イッテ Q で、前にちょっとやってたんですけど、うん、どんどん人の顔が染み出してくる家っていうのがあって。うん、へぇ。で、なんか、おかしいなと思って取り返したらいっぱい人の、なんか、墓地だったのがちょっとなんか忘れちゃうんですけど、うん、なんか骨が出てきただかなんだかで。ええー。うん。それ本当にそうなるんだ。で、壁とか床とかにどんどんシミが出てくるんですって。で、それ人の顔になるんですって。そんなんだって、そんなんできるんだったら僕絶対死んだらそうなりたい。どういうことよ。だってさ。それだったら石田明の写真を飾ってた方がいいでしょ、だって。いやいや、写真飾ってある横に自分がシミ出してくるんだよ。シミですよ、ただの。シミだけど、うん、だけどその人の意思でしょ。じゃあ石田さんのウォールステッカー貼ってるのと変わらないわ。いや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 、ウォールステッカーは売ってるもんじゃん。もう完全にこう、染み出してきてるっていうところに価値があるわけでしょ。石田さんが亡くなる前に誰かに石田明の権利を、譲渡して、はい？例えばね、はい、石田明が壁に浮かび出てきますよと。はい。で、その壁は、切り取って、売ることができる、うん。うん。で、そしたらまた石田さんが違う壁に出てくる。うん。でもそれは権利を持ってるから、それは私がまた切って、売りますよ。うん。そういうな、商売どうですか？まあ、じゃあちゃんと契約しといてね。そう。だったら石田さんに一銭も入らないんですよ。ただ、でもお墓の面倒は見ます。でしょ？それはお願いします。永代供養してくださいよっていう。ただ、もう本当に、いい石使いますから。うん、うん。まあ、最近ごまかすね、業者多いですからね。あ、そうなの？ 10 年ぐらい経ったらもうブルッブルになってる石。うわ、ひどい。多いですよ。うわ、そこはちゃんとしてもらわないと。だからもうちゃんと石選びから始まって。あ、そこは、ちゃんと契約書に書いとこう。事前に。そう。石は立ち会いのもと選ばせていただきますみたいな。石田明立ち会いのもと。うん。試しますよと。いろいろね。はい。それ行きましょう。それがいい。石田さん何好きですか？え、何？墓石をね、うん、どういう形にしようかな。あ、どういう形に掘るか、うん。スーパーカーの形とかそういうこと。そういうこと。あー。生前ギターが好きだったから、ギターの形の墓石にしましたみたいなのがあるじゃないですか。あー、そうか、そうか。うん、何の形にしよう。女体とかにしておきますか。ブリッジしてる女体にしました。ブリッジ、なんだろう、その前衛。生前石田さんはブリッジに非常に興味を持っていらっしゃったので、ブリッジしている女体にしました。そっかー。うん、それいいかもね。ブリッジに興味持ち始めるよ、今日から。持つようにするよ。なるべくね。あー、事務所に怒られる。大丈夫。リアレスガーベラさんに怒られる。大丈夫、大丈夫。そんなことじゃ怒られないから安心して。さあ、じゃあ行きましょうかね。はい。コーナー。それでは、今回はこちらのコーナーです。小石さん会議。さあ、というわけで、リスナーさんからいただいた日頃気になっていること、疑問に思っていることを議題として取り上げ、みんなで結論を出すというコーナーです。はい、現在は洋画を見るなら字幕か吹き替えか論争ということなんですけれども、その前に、キノコの山派か、タケノコの里派か論争にですね、たくさん、あれからまたメールをいただきましたので、ありがとうございます。ちょっとなんか、いくつかね、面白いのを紹介したいと思います。はい、まずは、なぎのさくらさんがいただきました。ありがとうございます。なんとですね、今年調べられた、データでは、キノコの山 VS タケノコの里に戦争に決着っ
ていうことで、購買データ分析で大差あり、明治の二大ブランド、キノコの山とタケノコの里ですが、今回の調査ではダブルスコアで、タケノコの里が圧勝。地域別でもまんべんなくタケノコの里が優勢となっており、これは一般的なイメージ以上の差がついていると言えますと。トータルではキノコの山が 33%、タケノコの里が 67% でした。各地域の調べでも、タケノコの里が2倍以上の差をつけてましたよ。性別年代を加えてクロス集計では、性別で見ると男女ともに大きな差異はありませんが、年代別で見ると、キノコの山が中高年層で盛り返し、40代以上ではほぼ互角の戦いを見せていますと。まあ、発売年数とかね、いろいろ関係してるみたいですけれどもね。そんなデータがもう出てたんだね。はい、もうだ結論が出てたということです。そうですね。我々の論争は無駄だったというね。そうだね。ことだ。ある意味。早く教えてくれ。本当に。それをこれを最初の週に送ってきてほしかった。ちょっと遅かったね。惜しい。でもありがとうございます。あ、こういう集計もやってるんですね。うん、面白いな。でもね、40代以上でなんか、キノコの山が盛り返してきてる理由はね、なんとなくわかる。だって、最初に出たのキノコの山でしょ。そうなんです。なかったんだよ、タケノコの里なんて、そんな異分子は。うん、あとキノコの、キノコの山の上の傘食べて、うん、下のクッキーの部分を違うチョコにディップして食べてた気がする。そんなことしてたんだ。つけて、なんか。なんかそんなお菓子もありましたよね。なんかね、そんなメールもいただいてますよ。なんか、愛はカツ丼さんから。はい。子供の頃に編み出した裏技があります。当時、キノコの山と同等のレベルで並んでいた、つけチョコヤンヤン。つけチョコヤンヤン、うん、同世代のアキラさんや小西さんならご存知だと思いますが、って僕は知らないんだけどね。つけチョコヤンヤンのチョコにつけて残ったクラッカーを食べていました。でも、この食べ方が手がベトベトになるんですよね。チョコだけ食べてしまい、箱の中に骨のようなクラッカーが残ってる。よく母親に怒られました。なんか、バリバリバリってこう剥がすやつで、うん、なんか右だか左だか上だかわかんないですけど、うん、ちょっとなんかチョコが入ってて、それにつけてなんか食べたような気がするんだろうな。つけチョコヤンヤンってそれかな。うん、そうなんだと思う。つけチョコヤンヤンって名前だったかどうか知らん、まあ覚えてないんだけど、そんなお菓子があったような気はするんだけど、でも僕にとってヤンヤンって言われたら、ヤンヤン歌うスタジオだから、あのねのねだから。古い。A 地点からですね。それはさ、それは、誰だっけ ?A 地点から。ザ・ボンチ。あ、ボンチだ。ザ・ボンチ、恋のボンチシートです。あ、そうだ。はい。違った。はい。というわけでね。あとね、ちょっと言ってた、木こりの切り株。うん。っていうのも、なんか、ミカリンさんがいただきまして、うん、これね、ブルボンさんから、出てるみたいですね。木こりの切り株っていうのもね。うん。はい。これもね、美味しいんで、皆さん見つけたらぜひ、あんまり売ってるとこないんですけど。まだあるのかな?売ってると思いますよ、多分。ぜひ食べてみてください。お願いします。じゃあ行きましょうかね。さあ、というわけで、石田さん。はい。なんと、今回ですね、この論争の収録、長くなってしまいました。そうですね。もうね、30分近くね、喋ろうとしておりますので、ちょっと今回、真ん中で分けたいと思います。これ2週に分けてお届け。分けてるんです。だから今回は前半編です。はい。思うんだけどさ、うん、コーナーに入る前が長すぎたよね。いやなんか、盛り上がらないかなとちょっと思ったんですけど、盛り上がっちゃいましたね。そうですね。喋ることいろいろ、やっぱり1ヶ月会わないといろいろありますね。まだ感覚が戻ってないところが。そうね。そうですね。とかもありますけれどもね。はい、さあ、というわけで今回は、前半編です。はい、続きは、来週また後半編としてお届けしますので、皆さんお楽しみに。はい、それでは今日のアキラさん。明日のカツユキさん。また来週。バイバーイ。